ホイアンの朝です。ここがね、トレイルズリゾート&スパ、これはうちのそのグループなんですけどね、なんかいかにもアジアのっていう感じのホテルで、良かったです。すごくね、朝ごはんも外でいただけるんですよ。暑くもないしね、爽やかで美味しかったわ。で、今日はね、朝から観光に出かけることになってるんですけど、昨日のね、バスに乗ってきたガイドさん、女の人なんですけど、その人がね、洗濯物があったらね、ここで出せますよって朝で、1キロ2ドルですって言われたんですよ。キロ、安いなと思って、で帰ってきたらちゃんと出来上がってますって言うから、もうせい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 ってね、ビニール袋に放り込んで、で用意してたんです。でバスに乗る時ね、ホテルの前にバスバーンと止まってるんですよ。そこにあの昔風のはかりがバーンと置かれてて、でその洗濯屋さんがいてね、測るんですよ。で私とふみちゃんもそうやって洗濯物を突っ込んでね、突っ込む言うたかって、冬やないんやからね、薄手のもんばっかりやないですか、下着とか。でそれを一つプラスチックバッグに持ってた。でうちらの前の人がね、わ、私らより大きかったけど2倍ぐらいあったかな、それをボンと乗せたらね、はい、36ドルって言われてたんですよ。え？って思って、ん？何その値段と思ったんですけど、で私らのも乗せたらね、6ドルやったか8ドルやったか、なんか結構な値段なんですよ。え？そんな重たい？って思って、それでね、まあ預けて、それでバスに乗りますよね。で乗ってね、椅子に腰掛けてひょいっと左を見たら、左にお店屋さんずっと並んでるんですよ。でそのお店屋さんの看板にね、洗濯物1ドル、あ、1キロ1ドルって書いてあるのが、わざとこの前にバス止めだなとか思って。でもそれよりも何よりもね、そんな重さになるわけがないんですよ。だからあのはかり細工したってんやろうなと思いますわ。ぐわーってこう回るようにね、昔風のアナログのやつやから、だからちょっとでも重たかったビューンって回るようになったんじゃん。でもね、みんなシアトルの人やから別に文句も言わずに、あ、そうなんかな言うてね、その時お金払ったんですけど、私は心の中でこれはちょっとこの国一筋縄ではいかへんなと思いましたね。なんか、まあ、私アメリカ人のグループと一緒に来たのが間違ってたかなってこの時ちらっと思ったんですよ。だってもともと敵の国ですやんか、あかん、間違ったかな。だってね、一回あったんです、あのね、お食事、お昼ご飯ね、席だけ用意してくれてて、あのみんなで注文して食べるっていう時があったんですよ。なかなかいいレストランでね。そしたらね、最後ほらお金集めに来るでしょ。そしたら私全部こう見て、何本ぐらいって頭の中入れてんのにね、全然違う金額書いてきたの、マネージャーさんが。これ私違いますって、もう一回メニュー見してって言ったの。ほいで、え？なんて言われてメニュー見た、ほらほら、これとこれ足したらこれですやん、みたいなこと言うと、おう、なんて言ってね、ニコニコって笑って、あれ間違えたわ、みたいなことを言ってたんですけど、後の人は誰も文句言う人いなかった。まあ大体文句言うの私だけ。これはちょっとわざと、いや違うかな、なんかなって。いや、ここに来て私は確信に変わりましたね。これはアメリカ人やられてるぞ。で、バスはなんかわけわからんところに止まってね。でそのままとことこ、こんな民家の裏庭みたいなとこ抜けていくんですよ。え、どこ行くねやろうと思って、全然そんな風じゃないの。だけど、あ、これはヘチマね、むちゃくちゃ大きいヘチマだったから、ちょっと写真撮ってきました。そしたらお隣のおばあちゃんが顔出したりして、いやもうほんまに普通の家ばっかりなんですよ。え、どこ行くの。そしたらそこがね、お店なんです。これランタン作ったり、なんか木工のね、切り抜き細工やったり、ああそれからもう大々的に縫い物ガンガン塗ってるんですよ。まあ大体あのお蚕さんとか絹とかね、そんなものが有名ですけど、だからお土産物のね、一大工場やったんですよ。外から見たら全然わからない、すごかった、びっくり。あ、それでどうやってあのお蚕さんのね、眉から取るかっていうのも、これまあちょっと見る人見たらギャーっていうとこですけど、まあ私は平気やから。さあ、声を大にして大きく喋ってるのはここのガイドさんです。このお店で雇われてる人だから一生懸命ですわ。シルクのスーツの仕立てをね、頼んだ人がね、6、7人いましたね。6時間で出来上がるそうです。すごい。
お買い物が、まあ、済んだので、ホイアン その歴史的地区ですよね、ここ世界遺産にも認定されてるんですけど、そこで私たちは解散となりました。これトゥーボーンっていうね、川が流れてるその河口にあるんですけど、大体このランタンでね有名なんですよ。でランタン祭りみたいなの聞いたことあったなと思ったんですけど、これは毎月ね旧暦の14日の日にお祭りがあるんですって。で私はこれ火入れてペーッと飛ばすのかな思ったら、そんなんじゃなくて、町中の光を消してランタンとろうそくだけの火で暮らす夜なんだそうです。だから暗いから気をつけてねって書いてあった。あらまあ、で普段の方が明るいんですって。これねお寺さん、お寺いっぱいあるんですよ。でこの巨大なこの丸いお線香、これね燃え尽きんの2ヶ月ぐらいかかるらしいですよ。なんかあちこちにこういうのぶら下げてありましたけど、まあ、なんといってもお花がすごくいっぱいある、ものすごいいっぱいある、綺麗。だからここで1ヶ月ぐらい暮らしてもいいかなと思えるぐらいなんですけどね。これが来園橋、遠くから来る橋って書いて日本橋とも呼ばれてます。昔ここに日本人街があったそうです。ここには400、500人住んでいたと言われてるんですけどね。でその商売やってる人たちばっかりで、その人たちがお金を出し合ってこの橋を作ったんですって。で入り口のところにこのお猿さんが、まあ、銅像っていうかね、石の像が置かれてるんですけど、でこれ出口のところに犬が置かれてるんですよ。これは猿の年からスタートして犬の年に出来上がったって、4年ぐらいかかったということらしいですよ。まあ、この町は海洋貿易の拠点になってたんですって。で日本で考えて言うとね、16世紀17世紀に戦国時代が終わって、でこう日本の銀が、まあ、世界市場にこう参入することになるんですね。でまあ日本向けには中国の生糸とか絹織物っていうのがね、こういうのがまあ入ってきたんですけど、朱印船貿易っていうのがありましたよね。あれ家康が始めたって言われてるけど、まあ、実際は秀吉らしいですけど、だからお墨付きをもらったね、その朱印状をもらった大名とか商人が東南アジアに船を出して、でそこで、まあ、貿易をしたということなんです。正式にはね江戸の1604年から1635年までやったって言うんですよ。で、まあ、その間にここにたくさんの人たちが、まあ、それより以前にもいたんでしょうけども、移り住んで、で貿易の商売をしていたと。でどうしてこの1635年に亡くなったかって言ったら、もうこれ鎖国ですよね。うん。だから32年間の間にね、日本の船が356隻やってきたらしいです。へー。で春から冬にかけて長崎を出て、まあ、南に向かった。で今度夏には季節風に乗って北上して日本に帰ってきたというね、半年半年みたいな動きやったんですって。で日本からの貿易物としては銀とか銅ね、こういうものが持ち込まれたそうですけど、ちょうど石見銀山が最盛期に差し掛かっていって、だからその時のね、日本は世界の銀の3分の1を産出したとも言われてるそうです。すごい量ね。でもう銅ですけど、この銅もねもたらされたんですけど、ベトナムはあんまり銅が出なかったんですって。でこれで銅のね貨幣作ったからね、今ベトナムの通貨の名前ドンって呼ぶんですけど、それはここから来てるんやろうと言われてるらしいですよ。うん。でここに住んでた日本人の人たち、鎖国令が出てからは帰ることができなくなったから、かわいそうにね、だからお墓は全部ね日本の方向いて作られてるんですって。なんかこの間のコロナの間の外国に住んでる私らみたいなもんやんとかちょっと思いましたね、気の毒に。まあホイアンの町自体はね小さい町で、もう今はどんどん土が
溜まりすぎちゃって港としての機能がねできなくなってるから、まあ、衰退して港町ではないんですけど、その小さな町にね、まあ、市場とかそれからカフェとか、あ、まあ、いろんなものがこうキュッと入っててね、お寺さんとか面白いですよ。あののんびりここで過ごすっていうのはいいなと思います。でこっからねちょっと歩くとね海なんですよ。これ何や、貝ですね。でここでねまたお食事は自分たちでだったので、それがねなかなかないんですよね、ちゃんとしたお食事食べるとこ。それでいろいろ聞きまくって、中にあのどん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 路地の中入っていってオーダーして食べたんですけど、ホワイトローズとかっていう餃子みたいなものが有名らしいんですけど、それ食べたいとか言って食べたんかな、あんまり記憶にないわ。まあ、あの観光客がたくさん来るところなので、ちゃんと楽しめるように作ってありますよ。まあ、何よりお花がすごかったな、本当。ぜひぜひいい時期に行ってもらいたいです。私たちはここからねタクシーに乗って勝手に帰ってきました。でホテルでねマッサージもやってくれるっていうので安いんですよ。1時間半で26度。気持ちいい。それをやっていただきました。もう夜はねすごい雷と雨ザーッと来るんですかね。まあでもマッサージのおかげでまたあと元気に旅行できると思います。一回やっとくとねすごく楽になりますね。